南丹市にやってきました。すごい、もう緑に囲まれててめちゃくちゃいい景色です。癒される、すごい。今日は初リポートということで張り切っていきたいと思います。豊かな自然と昔ながらのかやぶき屋根の民家が残る美山かやぶきの里で有名な京都府南丹市。そんな南丹市を含む亀岡市、京丹波町といった京都丹波エリアで今観光のテーマの一つとなっているのが発酵。この地域で採れるいくつもの京野菜、それらを使った懐石料理や酒、醤油、味噌などの発酵食品は古くから京都の食文化を支えてきました。そんな発酵の文化を食べて飲んで体験できるスポットがたくさんある京都丹波で発酵尽くしの旅をご紹介します。まず最初にやってきたのはこちら、道の駅美山ふれあい広場です。道の駅の中にある直売所は地元で採れた新鮮な野菜やお米、さらにジビエなどなど美山の美味しいものが集まる場所なんです。この辺りには当社が、はい、作っている商品がございます、はいはい、その中でも一押しが美山のチーズ、美山チーズです。チーズ、はい、チーズです。はい、実は昨年なんですけれども、はい、国内で行われました、チーズアワードというものがありまして、銀賞と銅賞をいただいたという商品がございます。すごい、はい、発酵尽くしの一つ目はチーズ。去年開催された国産ナショナルチーズの最高峰のコンテストで美山チーズのモッツァレラが銅、そのモッツァレラを3週間乾燥させたカチョカバロが銀賞に輝いたんです。チーズご用意していただきました、はい、ありがとうございます。まずは銅賞に輝いたモッツァレラをいただきます。おいしい、牛乳の味しっかり出て、はい、めちゃめちゃミルキーですね。そうなんです。おいしい、はい、なんか高い味がします。あれ、雑な子。続いては銀賞のカチョカバロです。ちょっと色が違うのは、はい、その3週間でしたっけ、はい、乾燥させたから。そうですね、はい、熟成させてますので、はい、だん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 色もついてきて、うん、風味もまた濃くなってきてます、食感がまた全然違って、はい、味にもさらにコクが出て、はい、美味しいです。これ、そら銀賞やわ。はい、ありがとうございます。美味しさの秘密は名産の美山牛乳の美味しさをぎゅっと詰め込んでいるから。緑豊かな山間部で大切に育てられているわずか100頭ほどの牛たちの希少な生乳を使っていて、添加物は一切加えず素材の美味しさを追求しているんです。そしてこの道の駅ではチーズ作り体験もできるんです。チーズの元になるカードという塊をおよそ80度のお湯で温めながら成形していきます。めっちゃ綺麗ですね。さすが、すごい綺麗ですよ。え、上手ですか。ツルツル。あ、よかった。かわいい、はい、ここに、はい、作るのは丸く固めたモッツァレラと棒状に伸ばした裂けるチーズ。体験時間はおよそ1時間で料理をほとんど作らない私でも簡単に楽しくできました。うん、おいしい。やっぱ出来立て違いますね。出来立て美味しいですよ、本当に、うん、作ったよって家族にお土産に持って帰ります。びっくりされますよ。私家で全く料理しないんで、ほんまに作ったんって多分疑われます。続いては車で少し移動してやってきたのは亀岡市。あ、かわいいお店見えてきました。めっちゃかわいい、タムタム工房さん。この工房がほら発酵の工になってます。お店の名前にもある通り発酵にとってもこだわりのあるお店。
こちらでいただけるのが、どうぞ。かわいい。いちごの甘酒です。これ甘酒ですか？甘酒ですよ、なんかスムージーみたいな、パフェみたいな。発酵づくしの2つ目は甘酒。甘酒といちごミルクの2層になっていて、見た目も可愛いですよね。種類もいろいろあって、特に人気なのがいちごと抹茶とトマトなんだそうです。いただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。飲みやす。もち米と米麹だけで作ってますから。他にも一切入ってないんです。ですからこれお砂糖は一切入ってません。それでこんなに甘いんですか？そうなんです、甘いんです。このお米から作るものは、昔はお子様の夏バテ防止の飲み物だったんです、うんうん、来られるお客様でも7ヶ月ぐらいの赤ちゃんでも、うん、お母さんが指でこうやって飲ましてはります。甘酒を。はい、甘酒は飲む点滴と言われ、疲労回復や美容など様々な効果が期待できる飲み物。このお店では店主の田村さんのおばあちゃんから代々お家で受け継がれてきた甘酒を提供しているんです。なんか甘酒ってその免疫力アップとかすごいいろいろ聞くんですけど。言いますね。はい、それはいろいろと言われるんですけど、うん、私もここの店始めて6年になるんですけれども、うん、それまでは年に1品ぐらいやっぱり風邪ひいたり熱を出したりっていうのあったんですけど、うん、1回も熱出したり、うん、6年間。6年間私も母も。嘘。92になる母もそうなんです。うわ、もう92歳っていうのは。こちらが92歳のお母さん。なんと今でも忙しい時はお店を手伝っているんだそうです。素晴らしい。お持ち帰り用も販売されていて、お土産にしても喜ばれるかもしれませんね。それでは再び南丹市に戻ってきて、続いての発酵づくしはこちら、発酵人間さん。すごい名前なんですけど、私が今日めちゃめちゃ楽しみにしてたあれがちょっと体験できるということで、早速行ってみます。お邪魔します。こんにちは。いらっしゃいませ。今日は話題のあれが体験できるって聞いたんですけど。はい、酵素風呂ですね。酵素風呂できます。でもツヤツヤですよ。発酵づくしの3つ目は酵素風呂。一見砂風呂のように見えますが、これは地元のヒノキから出たおがくずと地元農家さんが提供する米ぬかなんです。そこに研究を重ねて開発された人の体にいい菌を加え、微生物の力による発酵熱で体を温めるんです。暑いので結構早く座ってください。これも初めだったんだ。それもそのはず、なんと微生物の力だけで70度まで発熱するんです。すごい、埋められていく。あ、暑い。大丈夫なんですか？私普段42度のお風呂なんですけど。はい、体感は空気が含まれるので、うん、水と違って45度前後ぐらいなんです。なので、はい、本来はどうなの？Tシャツも。なんかもうめっちゃ体全体がぬっくぬくのほっかほかのタオルにくるまれてるって感じです。電気やガスを使った温まり方と違い、体の芯、内臓から温まるのが特徴。およそ15分の利用でランニング2時間と同じくらいの汗をかくと言われています。血の巡りが良くなり、便秘や肩こり、冷え性の改善や美肌効果も期待できるんだそうですよ。まあ、体の内部まで温まるんですけど、今日その作用が3日間ほど続きますので。3日間、はい、約3日と言われてます。3日間の間は、まあ、ある程度個人差があるにせよ、ちょっとポカポカしてるような感じで。私そんなに代謝良くない方なんですよ。本当ですか？そう、あんまりサウナとか行ってもそんなすぐ汗かかないんですけど、なんか内側からじわーってきてます。せーの、せっ、おー、せっ、あー、すごい。はい、この成分、汗をかいていただいてますね。汗がついて
書いたからついてきてます。なるほど。なんか達成感ある。何もしてないのに気持ちいい。こちらですね、玄米を発酵させた酵母菌水という飲み物です。すごいな。腸内環境をとても整えるので、はい、すごくいいと思うので、はい、ただ美味しくはないです。え、言わないでくださいよ、はい、そんなにうわ、しょっぱい、しょっぱい。あ、でも塩水、そうです、ね、みたいな感じ。水分が結構体を干してて、飲みたくなる。よかったです。美味しくないけど。ようやくお店の名前がピンときました。ぬか床にすっぽり埋まって出てきた私は、もう私まさに発酵人間状態ですよ今。そしてぬかがついたまま庭に出て、綺麗な山々を眺めながらのクールダウン。あ、そのまま、最高。砂落とす前に。そのまま。何ここ、これ、ちょっと皆さん体験してもらいたい。これはちょっと体験せなわからない感覚ですね。気持ちいい。シャワー浴びてきました。あ、すっきりした。ついてたぬかを体にすり込ませながら、体もつるつるすべすべになりましたし、何よりもまだ体がポッカポカなんですよ。ただ発酵人間さんで体験できるのはお風呂だけじゃないんです。発酵弁当という弁当、はい、うちはこういうのになります。すごい。契約農家さんが自然農法で育てた野菜を使い、発酵マイスターの資格を持つ調理師さんが作った発酵弁当です。発酵尽くしやね、お弁当尽くし。おいしい。体に良かったら基本薄味でちょっと物足りないみたいなとこがあると思うんですけど、体に良くてちゃんと美味しいものを作ってくださる。嬉しい。いや、こんなの緑とかこの自然に囲まれて、で発酵で体も健康に美しくなるって、なんか一石二鳥どころじゃないですね。もう今日私もどれだけ発酵したんですかね。もう体今ちょっと私最強なんじゃないですか。いや、もう多分今日から3日間最強が続く。最強。